世の中はちょっとイラッとするってことってあるやんか。ありますよね、うん、あの漫才師は結婚指輪なんか絶対つけん方がいいってあんだけ言ってたのにつけてるとか、うん、俺やないかも。あれマジでどういうことな。何があんだけつけん方がええって俺散々言われたのに、つけんなやまで言われたのになんでつけてる。今しめや。今しめ。あの昔は良かったけどな、はい、今の時代不倫したら一発アウトの時代やろ、はい、だから不倫せえへんように今しめとしてつけてんねん。えでもお前が結婚する前は俺に対してさ、その芸人やねんから不倫の1個や2個やっとけやってめっちゃ言ってたやんか、うん、あれどういう背伸びしてたんかな。昔はやんちゃがかっこいい時代でした。今はやんちゃもできない、だから背伸びしてたんかもね。背伸びは気持ちじゃなくて身体測定の時だけにしとけ。なんやこいつ。何を言うてんなほんま。そんな話してんちゃうねん。いやちょっとイラってすることあるやろっつってんの。ああありますね。あのお金ない、手持ちがないとか言っておきながら車買うとかな。俺やないかだから。あマジでどういうことなの。何がどういうこと。何がなんで手持ちがないのに車が買えるんですか。いや、ええやん。あんなに吉本興業にお金借りてんのになんで車が買えるんですか。そもそもなんで貴様が車買えるんですか。何がわかんねん。別にええやないかそんなもん。それもなんかこそこそ買うならまだしも、なんで車の購入するところを YouTube で公開できるんですか。仕事や。それが仕事やねんこっちの。それもよりによってフジモンのあのニュースが出た日に。知らん。俺の方が先やねん。そして買った車が偶然にもフジモンと同じ車。知らん。嫁が欲しいって言った車がそれやねん。そもそもが何フラグですかそれは。何やそれは。いやいやこっち嫁が欲しいって言ったから嫁へのプレゼントとしてあげてんねやないかい。それせこない。何がせこいねん。実際そうやねんからええやろがい。ずっと思ってんねんけどせこない。せこないがな。嫁へのプレゼント。今奥さん乗りますよね。そうや。お前はもうたまに乗るよ。せこない。何がせこいねん。たまに乗る。うん乗るんですよ、ね、たまに乗るよ。そのプレゼントっていう概念せこない。いや別にせこないや。嫁がな免許受かった、じゃあご褒美に、うん、じゃあ車欲しい、じゃあ車プレゼントするわ。せこないがな。いやいやいや乗るんですよね。いや乗るけど別にプレゼントとしてあげてねえからええやないかい。せこないですか。何がせこいねんおい。いや購入や。ただ夫婦にとって必要やったから買っただけや。何が。え何が。そうやん。いやちゃうやん、購入やん。ただの。いや嫁の方が乗る頻度多いねんからプレゼントでええやん。いやそんなん言い出したらうちもあれですよ。奥さんと俺が乗る比率で言ったら奥さん9で俺1ですよ、うん、でも俺はただの購入ですよ。それをプレゼント。せこない。何がせこいねんおい。いや別にせこないがな。せこいやん。そのプレゼントっていうことで好感度を得ようとしてるやん。いや別にしてないよ。それプラス僕はあんなことあったんで乗りません乗りません詐欺してるやろ。してないやん。俺乗るって言ってんねん。乗らへんふりみたいな感じでやってる。乗るって言ってるからしてないやん。せこいやん。いやだって何がせこいねん。2台目やったらいいで車。ああ2台目。いや1台目せこないな。何がせこいねん。1台目やったら意味ね分かるよ。そのいや1台あの2台目やったら1台ないねやろ。ああせこい。いやせこないもええねん。91で奥さんが飲んねんからプレゼントでええねん。91の使用量やったらああお前はもうそうなるわけ。ああ91はプレゼントや。プレゼントになる。そうや。じゃあ家買うやん。ああお前ほとんど家帰ってこいやな。相当仕事してるからな。まあそりゃそうや。なお家おんのは奥さんや。奥さんが9。ああでお前1。ああ終わったな。何がや。プレゼントやからねそれ。お前もしも何かあったらお前ちゃんと渡せよお前。はあ何かあった時。何やねん何かあった時って。何かあったらもう不倫しかないやろが。何かあった時はもうすぐお前差し出せよ。せめてダイレクトに言うてくれ。え何かあったって言うな。不倫で離婚しかないやろプレゼントする時は。あれもう一回何か事故起こすかもしれないやろ。何がちゃうがな。そもそも家はまた話変わってくるやろ。なんでちゃうの。いや家は一緒に住むもんやんけ。車は一緒に乗るもんやろ。またちゃうやろそれと。一緒やろお前。違うね。じゃあせこいて。何がせこいねん。だってもともとさお前カーシェアリングしてたわけやん。そうや。カーシェアリングしてたんですよこいつは。カーシェアリングをしててそれなんでカーシェアリングしてたかというと車を乗る必要があったからや。そうや。でも奥さんへの車のプレゼントを買うってなった瞬間にカーシェアリングをやめたわけやんか。だからないねん。ね。それはもうこの奥さんへのプレゼントをもともと乗ろうとしているからカーシェアリングをやめたわけじゃないですか。この時点ですごく横島じゃないですかね。あなたがもしもこのね奥さんへのねあのプレゼントというこの車をねプレゼントと言いたいのであればお前もう一回カーシェアリング始める。なんでせなあかんねん。いやお金もったい
ないやん、家に車あんねんから。あかんよ、家に車あんねんから。じゃあ、あれ奥さんなんやからな、お前のちゃうから。奥さんなんやけど借りるぐらい別にええやないかい。お前そんな考えの持ち主やねんな。何が？お前ヤバいからな。何がヤバいねん。だから、じゃあお前が奥さんへの誕生日プレゼントで、じゃあ奥さんに、女性用の下着をお前プレゼントしたとしよう。俺が奥さんにプレゼントしたとする。でもある日ノンスタイルのライブでコントをやるってなって、女性用の下着使うようになった。お前奥さんに借りてくんのか。頭おかしいんかお前。なんで俺が嫁に下着借りてこないあかんの。お前がやってることはそういうことやからね。いや全然違うわって。もうええわ。さあ今回のネタは別にいいねんけどですね。はいはい、これもやっぱその、まあ、井上さんの前言撤回力とか、うん、はいはいはい、そこをこう使わせていただいて、まあまあまあ実際に言ってたことやしな。そうですね、うん、そうそう、もともとはもう何かっても、うん、いや漫才師指輪つけたらもう散るやろっつって、うん、ネタやるときに散るやろって僕も結構言われましたよ。俺ね最初外してたしな、結婚した当初。ほんまに最初だけね、うん、最初外してた。はい、でもなんかいろいろ自分でも見てて、うん、テレビとか舞台とか、はい、なんかあもうそういう時代でもないんかなと思ってもう外すのやめたな。そう、そのいいんす、いいんすよ、うん、全然いいんすけど、うん、その僕結構あの時言われてるじゃないですか、うん、まあまあ確かにな、ってなった時に、うん、あの時ごめんなみたいな。いやいやいや、それはもう時代がちゃうからさ。じゃなくて俺結構言われたんですよ。まあまあ言うて、あの時はあの時でそう思ってたから。いやいやいや、かもしれないです、うん、でも言われてるんですよ、うん、その布石は残ってるんです。いやいや、それは分かるけど、はい、それ分かるけど、そのやっぱ時代がちゃうからさ。時代は、うん、分かります。時代が違うのは分かりますよね、うん、小学校の時の話みたいなされても小学校の話じゃないですよね、うん、その時とは時代ちゃうやん。じゃないです、ほんま数年前です、うん、悪かったよ。それを言ってからつけてください。それ言ってからつけるんですよ。いや、はい、今言われてつけるんじゃないんですよ。ちゃうねん、もう時代がちゃうねん、はい、言ってからつけるんです。それな、まあ、そうしないと、はい、気になりますから、はい、すいません、なんか申し訳ない。こいつつけてるやんけっつって私やっぱなりましたから。まあまあな、もうでも時代がやっぱ変わったなと思うな。そう、時代のせいにするのやめてもらって、うん、いやいや、時代のせいです、それはもう。え？はい、フリーセイヤーって言ってたもん、やっぱ時代ですもん。時代だから、うん、結局そのあれなんですよ、その、うん、ゴルフのやつと一緒なんですよ。何が？不倫やることが芸人やみたいな、うん、その横柄さがあるでしょ。いや、まあまあ昔のだから見てたテレビとかをな言ったら憧れもあったし、だからそれも時代でしょ。時代よ。あなたはその時代じゃないのに、うん、その前の時代を見てたわけでしょ。まあでもいいやん、だからその時代に憧れがあったから。じゃあ今も憧れろやん。いや、もうでもさすがにそれ憧れれない時代に入ってきたから。なんでやねん、憧れたらええやんけ。いや、それもう無理やんか。やり続けろよ。無理無理無理。あんだけ言われたんですよ。真面目な芸人おもんないって、お前みたいな、その人間力がないってめちゃくちゃ言われたんですよ。時代が違うね。謝ってもらって。いや、じゃ悪かったよ、それは。悪かったよって言ってから、うん、そういうこと言うんですよ。聞いたって、だからそれさっき聞いたから、それしないと。聞いたから、それは。そうなるんですよ。まあもうしゃあないわ。あと車のね話もそうですよ、プレゼント。ちょっとやっぱその飲み込めなくて、やっぱそのプレゼントっていう。いや、まあまあほんまにそうやからな。え？もう嫁さんへのプレゼントやから。だから嫁さん、奥さんが好きな車種にすればもうそうです。いやいや、それは俺、うちもそうです。うちも奥さんが好きな車種を乗ってますよ。もう奥さんが好きな欲しいものをじゃあ買うよ、だからもうプレゼントやん。でも乗るんですよね。まあたまにな。まあまあ乗ってきてますよね、ちょいちょいね。まあお前仕事で行くとか、またまに乗るぐらい、はあ、ゴルフ行く時に乗るとか結構乗ってますよね。まあまあ別に、でもプレゼントからええやん。すいません、ネタと引き続きです、すいません、うん、聞いたって、だからもうそれ聞いたから。いや飲み込めないんですよ、ね、いやいや、もうええねん。2代目やったらいいんですよ、ほんま、うん、2代目じゃないですもんね。まあまあ2代目じゃないな、これだけはちょっと入って。いや、もうしゃあない、プレゼントやから。一応プレゼントなんですか、うん、一応そういう名目で嫁と話し合って、じゃあ誕生日の誕生日プレゼントで、じゃあ好きな車にしようってなったから、一応俺も乗るはもう乗るで言うてたけどな、はいはいはい、だ誕生日プレゼントじゃあ車にしようってなったから、はいはい、はい、うん、で好きな選んで、内装から何から自由にしてねって、自由にしてねって、うん、ほう、じゃあその
それも奥さんの車なんですね。名義は奥さんの車。名義どっちやったかな。話変わってくんぞこれ。いや覚えてないわ。これ話変わってきますよこれ。名義は大事。まあでも一応世帯主で書いたような気するけどな。そこまで明確に覚えてないけど。ん？もう俺で書いたような気する。そう一応旦那やから。お前の車や。いやいやいや。それ名目はそうだよでも一応プレゼント。こいつの車です。出ました。うん、はい。めくれました。ガーシーかわよ。おい井上めくれました今。めくれるって今使ってるやつおらんねん。もうみんなで仕事して扱ってんねん。めくれたからお前今。それプレゼントちゃうから。ただの購入やから。プレゼントやから。ええの。いやいや俺ら夫婦間ではプレゼントになってるからいやいや違う違う。旗から見てどうであれ。じゃじゃ旗から見てというか、うん、書類上。いやいや書類上。書類上それは俺が書類書くねんからど何にしても。え？そらもうしゃあないやん。いやいや名義は大事ですよ。そういやその指輪買うにしても俺の名義で買うねんからプレゼントやんか。指輪に名そなんかなんか書かなあかんやんか名前だなんだとか。指輪はそんなないですよ。あるよそんな。指輪はだって夫婦のやつ書いてそのあれでしょとかそのだから普通にプレゼントにする。いやいや車はその所有者をちゃんと作らなあかん、うん、指輪は別に所有者別に関係ない。いやまあまあないけど一応全部俺自分の名前で書くからさ購入やん。いやプレゼントや。いや購入です。いやだ夫婦間でプレゼントになってんねんから。いやこれちょっとあの皆さんにちゃんとこれは、うん、あのちょっとコメント欄に書いていただきましょう、うん、これは購入かプレゼントかっていうので、うん、もう完全に購入派がブワーッと出てます。いやいや多いと思うで購入が多いと思うけど、はい、別に他人がどうこう言おうが、はい、夫婦では一応プレゼントになってんねんから、はいはいはい、それでええやん。じゃあこの先何か、うん、じゃあねこんな話するのは嫌ですけど、うんまあ、離婚したとしましょうよ、うんね、離婚した場合、うん、その車はその奥さんにこう、うん、行く行く渡すわけじゃないですか、うん、その時に名義を変えるじゃないですか、うん、井上の名前から奥さんの名義にこう変更しないとダメじゃないですか、うん、その時初めてプレゼントです腹立つな決まりましたみたいなやめてくれ。決まってない。いやいやいや何この顔すごい顔してる。まあまあ、まあはい、そうなんかも知らんけどな。一応夫婦ではそういう風になってるから。そうなんですか、うん、まあ一応私はそこがずっと気になってたんで。まあまあはい、うん、プレゼントおおプレゼント、うん、プレゼントかってそこんなに飲み込まれへんことあんねんな。いやまあまあ傍から見たらそうなんじゃないっていうのがあったんです、うん、すいません。それをだからネタにしたってことだからね今回は。そうですね、うん、はい。なので皆さんぜひこちらプレゼントか、はい、それとも購入か、うんうん、こちらの方ちょっと皆さんコメントください。よろしくお願いします。はい、いいねチャンネル登録もお待ちしております。また次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。